アッペンツェル戦争は1401年から1429年までの期間にスイスのアッペンツェル地方で発生した戦闘の総称。ハプスブルク家やザンクトガレン修道院の封建的支配をアッペンツェルの農民やザンクトガレンの職人らが打ち破った2005年のアッペンツェルでのランツゲマインでアッペンツェルは長らくザンクトガレン修道院の院長の資料として 扱われていた。とはいえ、アッペンツェルでは、ランツゲマインデが任命した、評議会が姿勢を握っていた。水ス素ス原書同盟の成功により、アッペンツェル市民は、ザンクトガレン修道院から派遣されていた、名目的な総督をも追放しようと考えるようになった。1360年までに、アッペンツェルの農民と修道院の間では、放牧権、一般税、 十分の一税をめぐる対立が激化していた。1377年、アッペンツェル氏は、コンスタンツ氏やザンクトガレン氏の賛同の下で、シュバーベント氏同盟への加盟を果たした。ザンクトガレン氏も、隣接するザンクトガレン修道院とはたびたび対立していたので、ある。シュバーベント氏同盟の後押しの下アッペンツェル市民は、ザンクトガレン修道院からの功能や十分の一。 税など、あらゆる要求を拒絶した。修道院長、クノフォン・シュトフェルは、オーストリア公国のハプスブルク家に助けを求めて1392年に、同盟を結び、対するアッペンツェル氏も、権利と自由を守るため1401年に、ザンクトガレン氏と同盟を結んだ、アッペンツェル市民と修道院、総督の間の対立は、激しさを増し、 修道院側の執った釣りが男性の衣服を手に入れるために死体を掘り起こすよう命じる事件などが起きた。ある日、ついにアッペンツェル市民は放棄して修道院の領地を襲い、この執った釣りらを追放した。死と修道院の間で行われた停戦交渉は決立し、アッペンツェル氏とザンクトガレン氏はザンクトガレン修道院との主従関係の破棄を宣言した。しかし1402年、 ハプスブルク家を恐れたシュバーベント氏同盟がアッペンツェル氏を除名し、さらに同年のうちにザンクトガレン氏も修道院と講和してしまった。しかし、それでもなおアッペンツェル氏は修道院からの独立を宣言し、1403年にシュビーツ州と同盟を組んだ。シュビーツ州は水素原初同盟の一員であり、14世紀にハプスブルク家を破った経験があった。 グラールス氏も炎上自体は少なかったものの、市民が義勇兵としてアッペンツェル氏に行くのを黙認した。一方、ザンクトガレン修道院に屈したシュバーベント氏同盟は、軍を召集してザンクトガレン氏に入って修道院軍と交流し、トルオゲンへ向けて進軍した。1403年5月15日、この連合軍はアッペンツェル氏に近い出ぱいヒャーに入り、 ボーゲリンセグ村の付近でアッペンツェル軍と遭遇した。わずか80人のアッペンツェル兵が丘から谷を挟んだ連合軍に攻撃を仕掛けてきたので連合軍の中の500人が反撃を試みた。シュバーベン軍機兵が丘の上へ駆け上がろうとした時突如現れた2000人のアッペンツェル軍の奇襲を受けて改装した。撤退中連合軍のうち 5000人いた不評の大部分と600機の騎兵がアッペンツェル軍に殺された。シュバーベント指導名はトゥールガウのアルボンで講和条約に調印したが、この平和は極めて短いものだった。首都ス島ゲの戦いの記念飛行和条約により、アッペンツェル氏はライン峡国やボーデン湖付近のザンクトガレン、修道院領を獲得した。また、 ザンクトガレン氏もアッペンツェル氏に再接近した。巻き返しを図る修道院に対し、オーストリア公、フリードリヒ4世は、オーストリア軍を援軍として出した。1405年6月17日、オーストリア軍は、アッペンツェル氏の国境地帯である、シュトス峠で、アッペンツェル軍に遭遇し、敗走した。これについて、アッペンツェルから女性たちが退去して、 夫たちを助けに来たのを、オーストリア軍が、アッペンツェル軍の第二陣と誤認し撤退したという伝説があるが、これは、後年の資料にしか登場しない話であり、史実性はないと考えられている、首都トス峠の戦いに勝利したアッペンツェル氏は、ザンクトガレン氏と同盟を結び直した。この同盟は、海を越える同盟という通称で知られる。これにより、オーストリアのボーデン湖地域における、 影響力は大きく揺らいだ。1406年までに、同盟軍は60以上の城を落とし、うち30を破壊した。また、ザンクトガレン修道院長までも、捕虜としたため、アッペンツェル氏は、コンスタンツ司教により破門された。同盟軍が勢力を伸長している間に、オーストリアは体制を立て直した。また1406年9月11日、平民で構成された。 同盟軍に対抗するべく、周辺の貴族たちにより、聖イエルゲンの多敵手段と防衛同盟を結び、修道院に対する地位を大きく向上させた。ただしこの時点で、アッペンツェル氏は、原初同盟の巡航生徒氏という扱いであり、正式加盟は1513年まで待つことになる。翌1412年、アッペンツェル氏は改めて修道院へのあらゆる納税を拒否した。 1421年、元書同盟は、仲裁に入って、アッペンツェル氏に、修道院にえを納めるよう求め、神聖ローマ皇帝、ジギスムントは、アッペンツェル氏に、帝国アハト系を宣告した。これをもアッペンツェル氏が無視すると、氏は、政務禁止に処された上で、トーゲンブルク博フリードリヒ七世と、聖イ,イエルゲンの盾騎士団がアッペンツェルに向け進軍した。 1428年12月2日、この連合軍は、ゴスタウヘリザウ間で、アッペンツェル軍を破った。1429年に結ばれた条約で、アッペンツェル氏は、修道院に、延滞していた税の支払いを強いられたが、同時に、今後こうした税が廃止されることとなった。アッペンツェル氏はようやく、ザンクトガレン修道院から、名実ともに独立を果たすとともに、 原証同盟との結びつきを強めていった。ありがとうございます。